キノピオの前にたくさん積まれたお金。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、行こう行こう。次なる12回やっけ、次。よし、12階ビーチレストランフロア。あ、そうや、あの巨大な船があったとこやんねん。なんかオバキュームパワーアップして何がどう変わったんやろうな。今のところ何も変わった風な感じはせんねえけど。吸い込む威力が上がったの？それともなんか吸盤のくっつき具合がみたいな。この辺別にもう何も。この辺なんか吸えそうなんやけど。あ、なんか吸い力上がったんかな？上がったような気がしなくもない。前回コンセントに差し込むとパワーが上がるとか言ってませんでしたっけ？びっくりした。なんか、見えてはいけないものが見えたかと思った。剣か。こういうのなんかいろんなとこに当てていきよったらいろいろと何かがあるような感じがするけど何もなかった。で？あ、これがコンセント。なるほどね。すごい光放ちよるけど。あ、これに反応してるの。コンセントってそういうこと？物体、なんかこういう物体化してはない。何？どうする？うわ、何これ？すげえ。あ、なるほど。コンセントに繋いだら、威力が上がるのか。うわ、すげえ。モニュメント超破壊しよるけど。大丈夫なんこれ。ね、めっちゃ破壊しよるよ。うわ、なくなった。いろいろとなくなった。怖っ。え、でもすごいね。こんだけ破壊しまくってさ、建物自体全く揺れてないっていう。もうなんか災害が来たりとかしても、超安心やん。うわぁ、ボロボロだわ。え、壁剥がれてきた。全然災害安心じゃない。破壊の限りを尽くす。これ全て吸い込んでって大丈夫なんかな。でも吸い込めるってことは多分大丈夫だよね。何かしらありそうな気がするけん吸い込んでいこう。どうよどうよ。もうなんもないの。うわ、なんかこの世の終わりって感じがものすごくするわ。あ、ここになんか排水口あるやん。屋根は飛ばんのよね。どこまで飛ばす気って感じ。ここまでしか行けんのか。なるほど。とりあえずそこの排水口入ろう。グイージで。うわー、ボロッボロやば。一気に廃屋って感じになったね。ん？あ、中に入って、あ、お金いっぱい。ちょっと待って。戻らないで、まだ。お金めっちゃいっぱい。イエーイ！なんかこれ、レジじゃない？違うか。なんかいろいろと物が動かせるっぽい。レジの中からお金を、それはもはや、泥棒。普通に泥棒。あ、ハート出てきた。イエーイ。あー、なんかいろいろと。地球儀くっついたんだけど。は、ペイ。スコーン。あ、外に出てた。これなんかに使いたいとかするかな。はい、ただいまー。ほらほら、地球儀出てきたよ。でも吸い込んでこうやって何かしらできるってことは、なんかあるんじゃない？ここ。あ、でもここ間違えとったらなんか中にまた入っていくけん。やめておいて。このシャンデリアみたいなんとか。シャンデリアなんかな、これ。わからんけど。こ。合ってんのか、これは。はっ。イェイ。何事もなく、
こっちは？ん？なんかぴったりあったよ。お金やば。やったね。そういう仕組み？イエーイ。これなんかソファーの上にもある。やったやん。なにこれ？あ、ここの宝石はドクロ。なるほどね。最後の一個。この中からも何かしら、いいものが出てくるのでは。ああ、なかなか照準が合わねえ。どの辺だ？この辺か？全然ちげえ。ねえ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 。あ、なんかこのさ、ロビー前の床の剥がせそうじゃない？剥がせんかな？よいしょ！あ、イエーイ。おっかねー。ね、これ絶対、あれ？引っ張れない？絶対引っ張れると思ったんやけど。このたるんどる感じ。これに繋いだら引っ張れたりとか。もう一回もう一回。よし。ほっ。どうよ。ほら引っ張れた。だから何って感じやね。だから何って感じやね。別に何も。てか、この赤いマーク何？なんか、これ繋がっとんかな？ここになんかくるってなって、ここにバツマークがある。あれ、ちぎれとるやん、途中で。こっちまで届かんのか。宝物？あ、ほら。何？やっぱドクロマークとかあるってことは、海賊ってことでお宝があるんじゃない？ここ。はっ。ほっ。なんだ。ほ、は、は、こっ、なくなった！あ、そういうこと？そういうこと？イエーイ！なんかあれね、一部分だけ白いんかな、宝石。よし、先へ進んでいこう。やっとこさ、おー、なんかすごい、奥の方まで、なんかあれやね、ディズニーランドとかでさ、こういうアトラクションありそうじゃない？パイレーツオブカリビアンですか？カリブの海賊とかこんな感じじゃない？なんかいろいろと吸い込み、あ、なんかすごいいいなぁ。こういうところで海賊たちが、ん？これはなんか壊せるんかな？あ、でも穴が開いてるのか。なんか周回とかしてそう。これ元通りにできるんやね。ん？なんか見える。なに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 ？あ、びっくりした。なんか出てきた。え、なんかすごい、旗とかある。ん？何や、何あれ、何あれ。あ、紐がついたよ、紐が。やったー。イェイ。え、あんなところに。あんなところに。え、私はてっきり普通に蓋が閉まったりとかするパターンやと思ったんやけど、元通りに。そうではなかったのね。この辺。なんか火とか吸い込んでもさ、全然そのまんま明るいんよね。うわ、骸骨だらけなんですけど。そして椅子強。樽のテーブル速攻で転がされるけど、椅子強。よっ。よいしょー。ち。あー、びっくりしたー、やめてよー。ルイージ助けてー。よし。今のは確実にルイージを撃ったような気がするけども。お。これも。なんか転がってきた。え、なんかいっぱいある。なにこれ？ヤシの実かと思ったけど違うの？あ、ハート。これ絶対どっかに向かって投げるやつやん。ちょっと待って。あー、ちょっと待ってって。よいしょ。これを壊したいんすよ。よいしょ。おーっかねー。財宝や財宝。これどこに投げるんやろうな。絶対投げるよね。
は、どのあたりや。さて、動きたい。いろんなものに引っかかるけれど、この辺の明かりとか、ビクシタどっか行ったと思った、消えたって思った。何？何？急に口が開いた。どうしたんだ？このライトのせいじゃないよね、別に。ライトで何かしらなったわけではないよね。何これ、食べ物？なんだかよくわからないものをいっぱい吸い込んだ。これ何？なんかトロフィーみたいな。なんか他のものとは違うというか、価値のありそうなものじゃない？違うんかな？へえ、何もないのか？吹っ飛ばしー。なんか、何かがありそうなのに。はっ。て。はっ。いや、それ地面だ。特に何もできないのか。なんか吸い込むこともできんのよね。吸い込むというか、吸い付けるというか。よいしょ。ここは一体。遠くの方に船が見え、てかこれあれよね。ホテルの中ですよね。あ、やっぱりヤシの実が取れるな。あの辺。何あれ、顔超不気味な、あのお化けの顔か。いいよ。あ、壊れた。なんか超気持ち悪い。よいしょ。は。ひー。そういうポーズなのね。何これ。葉っぱ吸い込んだんかな、今。なんだなんだなんだ。あれ以上壊せるんかな？いいよ。ええー、びっくりしたー！やめてよ！めっちゃびっくりしたんだけど。びくってなった。あ、なんか、なんか出てきた。またあのお金のやつ。ちょっと待って。あ、こいつ、こいつ宝石じゃない？ねえ。なんかちょっと、ガラスっぽいやつや。どこ行った？ほら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 。クリスタルっぽい感じの格好というか、宝石のやつや。やった。待て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 。よいしょー。やったー。イエーイ。あと2個やな。この辺もなんか砂とか吸い込めるけん。いろいろありそうな、足場をめっちゃ崩してしまった。あれ、さっき私なんか、あのお金のやつがなくなったんや。くそー。くそー。何、今何ゲットしたんだ？よくわからなかった。お金が埋もれてるじゃねえか。この辺なんかひっつけれそう。ち、何もねえのか。なんか何かしらをゲットしより、あの、こっちの方にも来れるのか。何？何を吸ったの今。あ、あっちにもなんか、何あの月変なの。あ！伸びた！ん？ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。なんか陸っぽいのがあるなって思ったんよね。え、こっちは？こっちも？あ、いけるいける。いーよっと。はい。ここには何もないの？あ、なんか、あ！ここに。やったー！あと一個！あ、あそこ、ヤシの実に紛れて。お金が。な、あ、びっくりした。大量の、大量、あ、宝箱出てきた。いいね、いいね。海賊の世界いいっすね。なんかロマンが。
ロマンが溢れてる。金塊がめっちゃ出てきた。あー素晴らしい。素晴らしい。あ、これ以上はもう減らないのね。なるほど。イエーイ。あ、あ、これ最後の一個じゃない？やったー。ビーチレストランフロアにある宝石をすべて回収した。やったやん。なんか、あっという間に集めれたね。でも、思うんやけどさ、ビーチレストランエリア、めっちゃ敵少なくない？それがすごく気になっているのだけれど。なんかね、お宝だらけ。なんなん？ここ。なんかそういう、あ、てかあっちは？もしかしてあっちの島にも渡れるんかな？あれ、こんなに綺麗さっぱりなくなっとったっけ？別に何もないよね。こっちもなんか渡っていけるんかと思ったけど、あっこは遠くから破壊するだけ？なんか敵がいなさすぎて、ボーナスステージですかって感じやね。なんか怒り。この怒り何もできんの？ほっ。何もない。くっ。あ、これ引っ張るやつや。いよっ。なに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 ？あ。あの船ちゃんと動きよんや。浮かんどるだけかと思った。どこ行った？てかめっちゃ霧。どういう仕組みになっとんやろ？あれはただの壁紙なんかな？景色じゃなくて。まあ、ホテルの中やもんね。うわ、潰される、潰される。え、大丈夫か？港に着いただけ、でかっ。え、船めっちゃでかい、うい。え、な、誰か降りてくる？な、潰されそう、怖い。あ、危ない！ふぅ。なんか降りてくるんやないん。あ、こっちが乗ってこいって。そういうこと？はい、お邪魔します。なんか、招かれたので。おう。ここでお化けたちが出てくるパターン。あ、キノピオの前にたくさん積まれたお金。サメ来たよ、サメ来た、サメ来た。これが今回の敵？ってこと？うわ！フック船長やん。え、目になんで見せたん？ほら、ここにあるぞって。え、どういう感じ？え、どういう。え、ちょっと待って待って待って、こういう、こういう。あ、食べられた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 。え、どういう状況？あ、なんか、この樽を、よいしょ。入れればいいってことかな。あ、爆発する樽なんや。なるほどね。じゃあ、これ、よいしょ。これ全部爆発する樽？光よるやつだけ？あ、てか、光よるやつしかないんか。あ、ドクロ、いやー！ドクロマークが。うおー。なんか、周りにさ、いっぱいお化けおるのに、今気づいたんやけどさ、あれ？今気づいた！あいつらは別に、やっつけなくていいやつ。やっつけなくていいっていうか、やっつけれんやつ？ちょっとよくわからないんだけどー！ちょーい！怖いよー。あ、口開いてるときと開いてないときがあるんか。いつでも OK なわけじゃないんよね。あ、これは違う。あ、それ転がってくれてもよかったんだけど。やあ！おお、やった！破壊したはずの船が。全然無事なんやけど、怖。あ、これでもう普通に行けるってこと？え、行けるのか？行けんくね、全然。なに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 ？え、てかあれは？お化けームさ。なにこれ？痛い？これなんなんやろ？的みたいなんある。え、吸い込めんねえけど全然。これ多分尻尾吸い込むんよね。え？あれか？グイージがいるのか？もしや。痛い。あー、体力！
ちょ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 。怖っ。グエイジ別に何も関係ないんやけど。え、てかあれは？あ、怖い。今ここになんかなかった。あ、その葉、あ、待って、今いける。めっちゃハート取りたいんやけど。あー、よかった、取れた。あ、なるほどね。ああいう感じで、なんか、船に刺さるわけやね。あ、怖い。船にああやってフックが刺さるけん、その時を狙っていかん。あー、その時を狙って、吸い込んでいかんといかんわけや。あ、なんか、赤いタルと、うー、それ食べたやろ、絶対今。茶色いタルがあって、赤いタルは危険なんや、きっと。そういうことや。やったー、なんかいっぱいハート出してくれるけん嬉しい。これ多分いかんやつ。いかんっていうか多分爆発するのが早いやつやね、赤いやつ。あ、落ちた。あー、痛い！暗くって赤いんだか何なんだかよくわかんねえよ。そう。待って、危険！くわー、危ねえ。20ずつ体力なくなるけんね。危ない！やー、助けてー！このなんかさ、サメに食べられるよりも、爆弾の方が威力が上っていう。爆弾に潰される方が威力が上っていう。なんとも言えないこの感じ！怖い！あー、ハートめっちゃある！ちょ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 、助けて！ふぅー。よしよし。口開けてー。開けろよーい。口を開けて移動している時がいいのか。は。あー、今の、ダメだったの。よし。結構回復したよ。あー、ちょ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 。くっそ。タル爆弾が。はい。あー、口を開けてよー。でも別にこっちめがけて投げてきよるわけではないよね。あー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 。ただただ転がしよるみたいな。お、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 行ったよ。やったー！あ、ハート。あれ、グイージいつの間にいなくなったの？ってことは、一回、ちょっと、こっちかくで、相手に、あ、じゃあそのためにグイージいるんかな、もしかして。こう、グイージを殴らせようとして、こう刺さったところを、やっつけると。あとちょっと。うわー、危ねえ。あ、どっか行った。何、突撃してくるパターンのやつ。怖い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 。何？え？何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 やってんの？え？何？どういうこと？あ、あ、ええー！何？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 あ、なんか的が、なんか的が、うわ、やべえ。こんなことがあるの？ちょ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 、危なくね。てか、ハートなくなったやん。何してくれたん？あ、やった、なんか満タンになった。え、ここでまた、あれ？よいしょ。入れるの。なるほどね。そういう感じね。はい。な、結構楽になった？結構楽になった？攻撃。はい。ね、あのお化けたち別に直接的に攻撃してくるわけじゃないし。ちょ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 。あの、無理！はい！はい！あ、あー、助けて！え、これは何？一気に行かれるパターン。あー、そういう感じね。はい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 。いや、ちょ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 、無理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 。いや、早く投げて、それ。てか、ハートが欲しい。ハートが欲しいよ。おし、いいぞ。はい。おー、危ねえ。ハート、ハート、ハート。ありがとう。樽の中から出てくる。ちょ、待って、でも。あー、しまってしまった。開いて。よし、オッケー。あ、出てきた。
なんか吹っ飛んでったよ。あと100や100。頑張ろ。てか船を利用してあんなに巨大化できるんやね。すごくない？で、また同じパターンかな。よし。へ、それはグーイージなんだ。あ、グーイージって、あれなん、あい！ちょ、助け。グーイージって時間経過で体力回復するの。今初めて知ったんだけど。ここまで、12階まで来て初めて知ったんだけど。やばくない？やった、いけるー！よいしょー！はい。オバキウムの威力。なんか、魚の死骸みたいなのいっぱいある。ふぅー。これで、さっきのサメの目に刺さっていたやつ、怖い。はい、次13階ね。ん？何？あ、おばけん。最近出てきてないね、君。お。そうやって手助けしてくれるんなら、いつもしてくれてもよろしくってよ。よいしょ。とりあえず満タンに。ありがとう。よいしょ。あ、そっかそっかそっか。何しに上に来たんかなって一瞬思った。お金お金。そっち。そっち。いやでもお金も大事やん。さ、お金を大量に取って。よいしょ。これでやっとキノピオ3人。ってことは、あとはマリオとピーチ姫やね。オッケー。よくやった、ルイージくん。またまたキノピオくんを助け出したの。さあ、例によってキノピオくんはベースラボで待機しておるのが良いじゃろう。これ、ルイージくんよ。エレベーターまで案内してあげるのじゃ。エレベーターまで案内するよりもさ、確実にベースラボまでワープした方が早いと思うんだ。さあ、戻ってきたぜ。ほい、ということで、ちょ、待って。よいしょ。待って、キノピオを送り届けてからにするか。はい。どうぞ。バイバイ。あ、こういう模様やったんやね、魚。お？何あれ、キングテレサのフィギュア？なんか可愛いんやけど。あ、キングテレサ。いやいやいや、目の前で。しかもそんな適当にパフパフしてもね。これはこれはキングテレス様。いえ、ちょっとした手違いがございまして。でも問題はございませんわ。ルイージは間もなく捕まえてみせますので、今しばらくのお時間を。もうここまで来てしまってよ。あ、てか、お化け猫の尻尾が復活してる。お？何？その二人はもう直々に管理するの？キングテレサが。ん？二枚とも持ってった？今。全然信頼されてないね。そろそろおばさん出てきそうかな。ん？さて、これでキノピオくんはみんな見つかったぞい。残すはピーチ姫、そしてマリオくんじゃ。一体どこに囚われておるのかな？ルイージくん、もう一踏ん張りじゃぞ。わかってますよ、頑張ります。ぽいということで、ん？この辺なんかある？ただの壁？壁か。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかこうやってね、進んでいきよる中で、ストレートに全部宝石が見つかってくれればめっちゃいいんやけどね。